2013年のスーパー GT は2013年4月6日7日に岡山国際サーキットで開幕し11月2日3日にツインリンクモテギで閉幕する全8戦と11月22日から24日に富士スピードウェイで行われるジャフグランプリのシリーズである韓国インターナショナルサーキットでエキジビションレースを行う予定もあったが事実上中止となった GT300 クラス予選方式前年までスーパーラップ方式とノックアウト方式を併用してきたが本年より全レースにおいてノックアウト方式のみでの予選試行となる実施方式も従来の3回ではなく15分走行して上位13台または8台を決める9-1と上位車両が12分走行して順位を確定させる9-2の2回で行われるまた タイヤについても9-1で6セット、11セット、9-2で、もう1セット使用可能で、9-2に進出できなかったチームは、決勝は、9-1で使用したタイヤで、9-2進出チームは、9-1、または、9-2で使用したタイヤのどちらかを抽選して選ばれた、ものでスタートすることとなる。GT500 クラス、GT300 クラス、MP4 から12。 CGT3GT500 クラス GT300 クラスアジアン、ルマンシリーズを主催するフランス西部自動車クラブと GT アソシエーションの合意により2013年よりシリーズを再開したアスルムズ 2GT300 クラスの車両が参戦できることになった。参加クラスは GTC クラスでもともと同クラスには FIAGT3 車両の参戦が認められておりこれに ジャフ GT300 の車両が加えられることになる。なおアスルムズのクラスチャンピオンには翌年のルマン24時間本線への出場権が与えられるが、当面ジャフ GT300 車両のルマン本線への出場はできない。また、9月20日から22日に富士スピードウェイで開催されるアスルムズ第5戦では GT300 クラスに公式登録している。 エントラントかつ実際に参加している車両、ドライバーのみが参戦できるサージェントクラスが設定され、参加条件は GTA が定めたものとし、タイヤもスーパー GT で使用しているもののみが使用可能となっている。エントリーフィーは GTA が一部を負担するほか、10位までの入賞者にはシリーズポイントがチームドライバー双方に付与されることとなった。しかし、この日は、 鈴鹿サーキットで開催される世界ツーリングカー選手権日本ラウンド及びスーパー耐久第6戦との日程競合が生じており特にドライバーが S 隊に多数出場しているため結果として出場チームドライバーが限られた形となったファーストプレイスと GTA がタイアップしファーストプレイスによるボーカロイド IA とのコラボレーションによる2013年の スーパー GT オフィシャルサポーターズソングを制作することが発表された。この曲はスーパー GT のエンディングテーマとしても用いられる。また、このタイアップに関連して IA プロジェクトの IA ガールスターズがスーパー GT イメージガールとして起用されることも発表された。2010年以来3年ぶりのイメージガール復活となる。タイアイコール B、ブリジストン Y、横浜 D ダンロップ M ミシュラン H ハンコック GT500 GT300 GT500 GT300 GT500 GT300 ありがとうございます。